信長が京本能寺で光秀の手にかかり討ち死に。秀吉様、ご運が開けましたな。勘弁、お前あれ、清正、何帰り支度してんの。これから毛利と決戦じゃ。京に向かう。秀吉様の命令だ。お前も早く支度しろ。え、いくらなんだ急じゃね。ああ、そういや、頭でっかちは水成も急な命に応えるべく働いてるさ。行くぞ正則、俺たちは俺たちの役割を果たすまでだ。そう、待てよ清正。かがり火に沿ってかけよ。装備は最低限でよい。押し兵糧もいらぬ。腹が減ったら沿道の民より恵んでもらえ。さあ急げ。貴様は確か大谷義継。何をグズグズしている。流れは秀吉様に。そう急ぐ必要もない。いいから早く出立しろ。